サウンドジュリアです。今回の動画はですね、こちらの 4343B のメンテナンスの様子を録画したんですが、ユニットを外すところの動画はうまく撮れたんですが、組み付ける時の動画がですね、うまく撮れてなくて、分解というか、ユニット外すところの動画でいろいろお話をしてみたいと思います。まずですね、こちらのウーハーとミッドを外すところからになります。ウーハーが爪で4つで止まっておりますので、ビスを緩めてですね、上の方の爪を外して、下の方の爪はですね、外さなくて、ビスだけ緩めて、今ウーハーが固着してるかどうかをこう手で引っ張って緩むかどうか確認しました。幸いこちらのユニットは手で、固着がなかったので、今下をですね、足で押さえてウーハーがゴトンと落ちないようにして、ウーハーを引っ張り出して外して、中の、配線を外しました。そして、安全なところにウーハーを運んでるところですね。はい、次はミットを外すところです。ミットはですね、もう100%張り付いてるんで、ネジを全部外したところで落ちてくることはないと思うんですが、一度外してですね、ちょっとだけ引っ張ってみるということを今からやってみます。全く微動だにしないんで、左上のビスだけ軽く締めてですね、ユニットが落ちて箱に傷つけたりとか、やってる自分が怪我しないようにっていうことで、左のビスを1個締めました。そして今、ウォーターポンププライヤーでねじ込んでるのは、フレームの穴とですね、ほぼもう少し大きいぐらいのボルトをその穴にねじ込んで、それで引っ張って固着を外すと。で、今外れたところですね。そして、左上の、落ちてこないように止めた、純正のビスを今外しました。そしてミットが外れると。そういう感じですね。自分のスピーカーメンテした時に、そのウーハーもミットも全く外れてこなくて、どうやって外そうっていうふうに思ってですね、ウーハーの方もミットの方も、そのわずかな隙間にですね、すごくこう、マイナスドライヤーより薄い金属片みたいなのをグッと入れてですね、なるべくこうバッフルに傷がつかないように、無理やり外した覚えがあるんですけど、この何て言うんですかね、フレームの穴にですね、ボルトねじ込んで引っ張るのが一番確実に外れるという感じだと思います。で、ウーハーの、固定用のビスは全部外してですね、今そのミットとかドライバー類が止まってる、バッフルを外すための、固定ビスを1個ずつ外しております。この個体ですね、この個体はですね、一度外されて景気痕跡があったんですが、こう取り付けた時にですね、電動ドライバーでかなり強力に締め付けてあって、この何て言うんですかね、締まりきったところでネジ頭がなめてるものもありましたし、そのトルクがですね、均一じゃない感じで、締まってるっていう、そういう風に、感じました。で、この JBL の、内部のナットなんですが、折り目ナットが使ってあって、こうビスをですね、押し込みながら緩めると、中に折り目が外れて、なんていうんですかね、空転してしまって、ビスが外れなくなるんですよね。で、めんどくさいんですけど、こう、ドライバーでですね、なるべく押し込まないように、ビスが前に出てくるように緩めて、1個ずつ外しております。そして、名盤プレートのですね、左側にあるビスは、折り目が外れててですね、空転するので、今、他のビスを1個ずつ手で
お耳が落ちないように、外すということを一生懸命やっております。なかなかネジが噛みついてたりとか、なんかトルクがですねすごい強く締まってたりとかして外しにくいんで、なんか苦労しながら今外してるところです。ちょっと映ってないんですが、そういう作業をしております。ちょうどどうですかね、ドライバーの上ぐらいのところを今外してる感じですね。はい、これ結構何本もやったんですが、この鬼目が中に外れてですね、触れないところで外れるともう本当に日も幸もいかなくて、結局ネジ山を何て言うんですかね、ドリルで、削り落として外すしかないんで、傷もつきますし、みっともなくなるんで、みっともなくなっちゃうんで、大変っていう作業なんですが、そうならないために、手で一生懸命一個ずつ外して、うまく、バッフルが外れるように努力をしております。こちらのスピーカーですね、やはり名盤プレートの左側のところだけ、鬼目が外れて、後のものはうまく外れました。で、今上の方で外してたのはですね、ドライバーとかツイーターの方の、ビスを、軽く緩めて外しやすいように、しておりました。で、今手を突っ込んでですね、鬼目を触って、ネジ山が噛んでなければ手のサポートで、ドライバーでうまいこと外れるんですが、ネジが噛んでるとですね、その指の力だけではとてもじゃないですけど外せないんで、手探りで、鬼目を掴んでドライバーで、回そうとしているところです。はい、これ1枚なんていうんですかね、フレームがあってその奥に入ってるんで、すごくつかみにくいところに鬼目が刺さってるんですよね。それを今ちょっと手探りでうまく固定できないかなっていうことでつまもうとしてるんですが、ちょっとこううまくいかないなっていうところですね。あと指の力では到底、ネジ噛んでたもんですから無理なんで、今ちょっとプライヤーでですね鬼目をつかもうというところで一生懸命つかむ作業をしております。こう手探りで1枚、フレームがあるんでなかなかつかめないですけど、やっとつかめてですね、こうビスが緩める感じになったんで、今一生懸命緩めている感じですね。はい、取れたと。鬼目が取れて、今度ビスの方がですねつまめないところで止まってしまっているので、なかなかうまく手前に飛び出てこないんですけど、今外れましたね。はい、そして鬼目が再利用できるのかどうか今ちょっと確かめてます。ネジ噛んでるんで後で修正するんですが、プレイヤーでつまんでこうネジが死んでるかどうか今一生懸命確認してる、そういうことをやっております。これでダメですと、このインチの鬼目ってもう売ってないんで、ミリネジの鬼目を買ってですね違うビスで止めることになるんですが、これなんとか締めたり緩めたりして鬼目が使えるといいなって思いながら、なんかそんな作業をしております。はい、じゃあ、次は、組み上げの動画はうまく撮れませんでしたので、続いてドライバーとツイッターを外すところになります。立っている状態で緩めたもんですから、今ドライバーを止めている最後のネジ2本を取ってバッフルを手で引き上げました。はい、
それでドライバーのですね配線を外して、今ホーンとドライバーを、引っ張り上げたというそういう感じですね。で安全なところに溶けました。このバッフルもですね強烈に張り付いてるんで、なんていうんですかね、普通ではちょっと外れないんですが、エンクロージャーの中から力を加えるとかでこうバリッと外さないとうまく外れてこないですよね。でちょっとその時は気合が入ってて動画撮るの忘れたんですが、まず引っ張っても全く外れてこないんで、でこのツイッターの方は今ちょっと叩いてましたけど、シリコンリングで固着してるんで、それを剥がして今外したところですね。はい、これで、バッフルを戻して、落ちてこないように、ビスで2本ぐらい止めてですね、エンクロージャーを倒立させようというところですね。はい、もうちょっと締めたいと危ないんで、手でビスを締めております。なんかこのビスが異様に長いのが使ってあって、それぞれ長さがまちまちでなんか変な感じだなと思いながら作業をしました。はい、はい、立てました。この後後ろのですねスピーカーの入力ターミナルを、外して、そちらもエンクロージャーの中に、ポロンと外れるんですが、インターナル、エクスターナルの方の切り替え接点とかも手前に出てきますので、それも、メンテナンスをするということをやりました。あと、この今、定番の、なんていうんですかね、プレートがそのまま止まってるんですが、これも外して、アテネータ3つ分解してですね、外したりもしました。それはブログの方に載ってますので、この動画の概要欄から見ていただければ、作業の内容がわかると思います。はい。そしてちょっと組み上げの動画が撮れませんでしたけど、こちらですね、組み上げて、右側のマイク立ってると思うんですが、そういう状態で、動画をですね、録画してどんな音だったのかっていうのを記録に残してありますので、そちらも概要欄から視聴していただくことができると思います。今回は以上です。